断層体は、両白山地から、濃尾平野北方にかけて位置する活断層帯である。濃尾断層帯は、ぬくみ断層、濃尾断層帯主部、揖川断層帯麦川断層からなる。これらの断層帯はいずれもおおむね北西、南東方向に伸びている。ぬくみ断層は、福井県今立郡池田町から、大野市南部を経て、岐阜県元寿市北部に至る。 長さ約 36km の断層である。本断層は過去の活動時期の違いから、池田町から大野市南部に至る北西部と大野市南部から元市北部に至る南東部に区分される。本断層は左横ずれを主体とし、北西部では北東側流気成分、南東部では南西側流気成分を伴う。能美断層大主部は、 福井県大野市南部から岐阜県本須市、岐阜市北部、山形市南部、関市を経て、美ノ加茂市と加茂坂穂木町の境界付近に至る、長さ約 55km の断層帯である。本断層帯は、過去の活動時期の違いにより、大野市南部から岐阜市北西部に至るネオ谷断層帯、本須市から美ノ加茂市、坂穂木町境界に至る梅原断層帯、 岐阜市北部に分布する三田道断層帯に区分される。ネオ谷断層帯は左横ずれを主体とする断層からなる。梅原断層帯は左横ずれを主体とする断層からなり、北西部の一部では北東側流気成分、南東部では南西側流気成分を伴う。また三田道断層帯は左横ずれを主体とする断層からなり、南西側流気成分を伴う。 伊比川断層帯は、岐阜県伊比郡藤橋村から、元巣市に至る、長さ約2 4トルの断層帯である。本断層帯は、左横ずれを主体とする断層からなり、南東部では、南西側流気成分を伴う。麦川断層は、岐阜県元巣市から山形市を経て、麦郡麦川町に至る、長さ約2 9トルの断層である。本断層は、 左横ずれを主体とし、南東部では北東側流気成分を伴う。農美地震発生当時のネオダニ断層抜組断層北西部は、1891年の農美地震の際に、農美断層帯主部のネオダニ断層帯、梅原断層帯と共に、長さ約 76km の地震断層の一部として活動した。その際、本断層北西部に沿っては、 最大で3メートルの左横ずれと1.8メートルの北西側隆起が生じた。本断層北西部の平均活動間隔は約2200-2400年と推定される。ぬくみ断層南東部では過去の活動に関する詳細な資料は得られていないが、少なくとも脳尾地震の際に活動したとする報告はない。ネオ谷断層帯と梅原断層帯は脳尾地震の際に ぬくみ断層北西部とともに、長さ約 76km の地震断層の一部として活動した。その際、ネオダニ断層に沿っては、最大 7.4m の左横ずれが生じた。ネオダニ断層体の平均的な左横ずれの速度は 2m、1000年程度と考えられ、平均活動間隔は約2100-3600年であった可能性がある。また、 梅原断層帯の平均活動間隔は約14001万5千年都市であった可能性がある。三田堂断層帯では過去の活動に関する詳細な資料は得られていないが、少なくとも農美地震の際には活動していないと判断される。伊尾川断層帯の最新活動時期は1世紀以後、10世紀以前と考えられる。麦川断層では 過去の活動に関する詳細な資料は得られていないが、少なくとも、脳尾地震の際に活動したとする報告はない。ぬくみ断層では、北西部と南東部が単独で活動する場合、それぞれマグニチュード6.8程度を7.0程度の地震が発生する可能性があり、その際には、各々1メートル程度、2メートル程度の左横ずれが生じる可能性がある。また、 ぬくみ断層全体が同時に活動する可能性もあり、その場合、マグニチュード7.4程度の地震が発生すると推定される。南東部については過去の活動が明らかでないため、将来このような地震が発生する長期確率は求めることができない。また、北西部と南東部が同時に活動する場合の地震発生確率は、 北西部が単独で活動する場合の確率を超えないものと考えられる。脳尾断層帯主部では、ネオダニ断層帯、梅原断層帯及び、三田道断層帯が単独で活動する場合、それぞれマグニチュード7.3程度、7.4程度、及び7.0程度の地震が発生すると推定され、その際には、それぞれに3メートル程度、3メートル程度及び1、2メートル程度の 左横ずれが生じる可能性がある。また、ネオダニ断層帯と、梅原断層帯ネオダニ断層帯と三田道断層帯もしくは、能尾断層帯主部全体がそれぞれ同時に活動する場合もあり、その場合いずれもマグニチュード7.7程度の地震が発生すると推定される。ネオダニ断層帯と、梅原断層帯もしくは、能尾断層帯主部全体が、 同時に活動する場合の地震発生確率は、梅原断層体が単独で活動する場合の確率を超えないものと考えられる。また、ネオダニ断層体と見た同断層体が同時に活動する場合の地震発生確率は、ネオダニ断層体が単独で活動する場合の確率を超えないものと考えられる。イビガ断層体では、全体が一つの区間として活動する場合、 マグニチュード7.1程度の地震が発生すると推定され、その際には2メートル程度の左横ずれが生じる可能性がある。ただし、平均活動間隔や平均的なずれの速度が明らかでないため、将来このような地震が発生する長期確率は求めることができない。麦川断層では全体が一つの区間として活動する場合、 マグニチュード7.3程度の地震が発生すると推定され、その際には2メートル程度の左横ずれが生じる可能性がある。ただし、平均活動間隔や平均的なずれの速度が明らかでないため、将来このような地震が発生する長期確率は求めることができない。ありがとうございます。